よし開始うんビデオブログっていうのを始めようと思います。2012年10月4日23時29分。夜の11時ってことですね。もうすぐ10月4日から10月5日になります。2012年です。えー、ビデオブロ,グブログ、日記、日記ですね。今日はもう、あの、 バイオハザード6、6回、ちゃってきました。えー、無職なのに、こんなもん買ってどうすんだって悩んだんですけど、んまあ、買えばしばらくは、数ヶ月間はやるだろうと。えー、まあ、引っ越しのこととか考えていたりするんですけどね。でも、バイオハザード買いました。 プレイステーションでするのゲームって、ファイナルファンタジーか、エースコンバット、またドラゴンボールか、まあ、バイオハザード。ぐらいなんですね。で、バイオハザード大好きということで、買っちゃいました。無職で、お金ないのに節約してんですけど、買っちゃいました。これ買うとね、前までレンタルビデオ5本で1000円借りてたんですけど、もう今レンタルビデオもう何ヶ月、半年間ぐらい多分借りてないんじゃないですかね。 とりあえず雨の日とか風の日、寒い時とか、うん。ゲームはするんで、全くしないってことはないだろうと思って買っちゃいました、思い切って。やりたかったんでね。また先のこと考えててもね、またしゃあないし。うん。で、何か引っ越しとかも決まったら、まあ、ゲームとか持っていけないんで、置いておき、置いて放置してから行くんですけどね。 まあ、パソコンだけ持ってね。パソコンも,も持っていかないのかな。多分ね、うん。ネット環境なんか、ネット作るだけの余裕なんか多分ないからね。多分スマホに切り替えるんでしょうね。えー、2012年の10月4日。とりあえず今日のことまとめ。えー、朝は普通に起きましたが、鼻水が止まらず。ここ1週間ずっと鼻水が止まりません。 うん、最初風邪だと思ってパブロン飲んでたんですけど、全然効かなかったです。で、もしかしたら花粉症かもしれないって話を聞いて、まあその可能性もあるなと。目が常に痒かったってことと、うん、鼻水が止まらない。まあ、寝てたらこうずーっと落ちてくるってことですね、うん。上向きになると喉の方にい痛いとかね、うん。まあそんな感じで、今日はちょっと、なんだ。うん アレルギーの薬飲んでたたらううとしして寝ちゃいました坊主にする予定だったんですけどね、この坊主にするのもね、理由があってね、あのー、薬が塗りにくいんですよ。これね、頭になぜかその湿疹が出るようになって、毛が抜けるようになったんです前に比べて薄いんですよね、もうこことか。あのここ,こかちょっと分かりますあ、ここか。こうだね。うっすら、薄いっしょ。あのー、大量に抜けたんですよ、髪の毛が湿疹で。 だからもう、剥げる前にね、なんとかしないで思って。うん。髪を坊主にして、サミーな坊主にして、薬を塗りやすくすると。うん、ドクターの話じゃ、アトピーじゃないけど、アトピーみたく長く付き合う可能性が高いと。治る人はすぐ治るけど、治らない人はとことん長くかかるよと。 で保険適用の指導、シャンプーの仕方とか生活習慣とか食生活とか、まあそういういろんなことで改善していくという、そういう保険指導の適用ですって言われたんですよね。まイラインさはそういう教育から始めようと、シャンプーの仕方から食生活、ビタミンで何が必要ですよとか、まあ、そういうふうに厄介なやつになってしまったんですよ、なんか知らんけど。で、髪の毛が邪魔だと。 薬を塗るのに邪魔だと。抜け毛もちょっとあるからダメージを減らしてあげようと。で、今日坊主にしようと思ったんですが、寝ちゃいました。で、いけなかったっす。うん。まあ、それ前に車を洗車したりとかしたんですけどね。立ち読みしたりとか。まあ、そういうわけで、明日でいいかと思って、明日坊主にします。これが、最後じゃないけど、しばらく見細めの髪のある姿です。 これから、明日から3味の坊主にると思います。では、2012年の10月4日でした。ビデオブログ第1回終わり。